こんにちは、ダイスです。今回は北海道2日目楽しんでやっていこうと思います。はい、で今日の予定は特に決まってないんですけど、とりあえず飛行機の時間が16時、うん、で現在が9時半ぐらいになるので6時間ぐらいか。はい、はい、予定は決まっていませんが楽しんでやっていこうと思います。行きますか、はい、もうちょっとしてから行こうか。うん、わかりました。準備して。うん、わかりました。はーい、取るよ。うん、はい、出ましょう。はーい、出ました。こんにちは。今回泊まったのはネストホテル。はい、行きましょう。2人で2万3000円ぐらいだった。うん、そんな感じです。北海道すごい、こんな感じで氷になってて段差があるよね。滑るね。滑る。昨日、はい、ここでご飯食べました。うまかったよね。安かったし、ね、行こう。混んでますね。土日と春節で、うん、結構人混んでるよ ね。なんで、はい、お土産でも買いに行く。そうします。とりあえずお土産買おう。はい、日課でしたっけ。あの大きい、うん、おじさん、あれがちょっと見える。あれね、はい、札幌の少しでお土産を買って、お土産買います。はい、お土産を買ってご飯も食べてきました。ついでにちょっと離れた、うん、なんだっけあそこ、今井丸いで、はい、僕の靴を買ってしまった、はい、いいと思います。で全部、はい、送ってもらうことにして、ことにしました。よかった。あれだよね、荷物がいっぱいにならなくてよかったです。お土産はさ、うん、全部まとめて送れるから、そういいよね、こういうのね。ってことで、はい、時間が結構経ったんで地下鉄に乗って移動です。移動していきます。はい、発見しました。地下鉄大通り駅、うん、向こうみたいなんで行きます。はい、駅来ました。大通り駅13入り口。はい、はい、帰りも大地さんに付き合って、うん、付き合ってなんだね。あのやってもらおうかなと思って。頑張ってナビします。違ったら今度はガッツリ。わかりました。行きます。地下鉄ちゃんと乗れるのかな私。あ、くるくる回るんだ。とりあえず一番下まで行きます。改札来ました。これ、ね、入るとこんな感じです。とりあえず切符をこっちに売ってるんで買っていきます。はい、料金表を見ると栄町まで290円なのでそれを2人分買います。左側だよ、左下だよ。あ、全然違うとこ見てた。本当だ、ここだった。わかりました。乗り換えするんだね。そう、当駅から、あ、当駅出てるんだ。青色東方ラインってやつに乗るんでみたいです。間違えないようにします。買いました。よし。ああ、鳥損ねそうになった。で、東方ラインが左みたい。あれ、いいのかな、なんとか乗り場って書いてある。ちょっと頑張る。 左でいいのかな。左行きます。違う、こっちだ。降りるみたい。じゃあ降りましょう。大丈夫だと思う。白っぽい。なんか不審しました。この青色のとこに書いてあるからね、ここ行けばいいんだと思う。やばい、違うとこ連れて行かないように頑張ります。折れましたよ。これで書いてる。もうすぐ来そうです。時間もぴったり。は
い、これもしかしたら札幌山手方面で一番上のとこまで行くから、1,2,3,4,5,6 駅目かな、13分、うん、かかるみたい。東京からだったら13分、うん、みたいです。とりあえずここ行けばいいみたいなんで、うん、行きます。ここにありました、今いるところ。これが前の駅、こっち行く方はあっち。うん、この映像もいい思い出になりますね。あともうちょっとで着くみたいです。はい、終点着きました。配送列車だって。ちょっとね、今一瞬地下鉄なの忘れて、やばい外暗いって思いました。地下鉄だった。とりあえず、外に出ます。着いた、よっしゃ。発見しました。多分ね2番なんだと思うので、次に行きます。ちゃんと着きましたよ。よかったです。まだ着いてない。まだダメ、まだダメだって言われた。とりあえずこのまま上上がります。もうすぐ外、なんか書いてありました。うん、駅の外に出てきたら看板ありました。あ、書いてある。お父さん、札幌岡玉空港が次の信号曲がって1,350m らしく、あと 1.3 キロほど。バス乗るんだったらここからバス乗るんだけど、うん、今時間が2時半ぐらい、うん、タクシー乗ろう。はい、わかりました。タクシー行きます。ちょっとね、ギリギリに乗りたくないんで。じゃあ行きます、はい、タクシー乗ります。近くにタクシー乗り場もありました。降りてね、すぐすぐのとこにありましたね。はい、岡玉空港に到着しました。大通りの駅を2時ぐらいに出発する地下鉄だったよね。まあ、1時50分ぐらいからこう出る準備して来たから、うん、はい、今2時半、2時半、電車乗ってストレートに来れば30分ぐらい。これでちょっとゆっくりしながら、うん、あの飛行機に乗れるかなって感じですね。そうですね、トキエアの場合、はい、よかった。行くときね、ギリギリ過ぎたギリギリだったんです。やってしまったと思うんです。あのそうですね、なんでこのぐらいゆとりだったわけじゃなかったんだけど、もっとねゆとりを持たなきゃダメだったって反省したんですよ。よかったです。はい、ということで戻ろう。これでもう新潟に帰ります。はい、受付の時間になったので、これから受付して、うん、出発のところは2階なんで、うん、そっちにまた移動するっていう感じです。じゃあ受付行ってきます。ここです。行ってきます。搭乗券続き、はい、してきます。お違った、こっちだった。こんにちは、お願いします。すいません、ありがとうございます。お手荷物検査必要になりますので、搭乗券とお手荷物は控え室で確認を恐れ入れます。検査場までお送りください。はい、カウンター終わったので2階の搭乗口に移動します。手荷物検査だね。ね、うん、ちょっとしてこよう。はい、してきます。はい、中の松屋に来ました。結構ね広めで、なんか椅子もねちょっと違うなったりとかしてる感じです。保安検査終わったので、あとは出発まで待とうと思います。この辺電源タップがあるコーナーもありました。充電しながら待てます。今松屋にいるんですけど、トキエ到着しました。これが今度折り返しで私が乗る便になります。これヘリも今飛ぶのかな、今飛んでったみたいですね、多分、わかんないけど気づかなかった。空港楽しいです。着いたのかな、あ、降りそう、あれ
ありそうですね。見そうかも。あと左手からね、時計屋がそろそろ見えると思います。あ、飛んだんだね。飛び立ってる。おお、クロスしてる。はい、こんな感じで到着してエプロンに入ってきてるところです。自衛隊さんのヘリも来ました。2機飛んでて、さっきね、もう1機飛んでました。いっぱいいますね。行くとね、こんな感じ、すごい。なんですけど、釧路からの飛行機かな。JALも到着しました。 JALヘリが着陸してる。これから登場です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ここから外です。外、よいしょ。お、止まってるの見えます。じゃあくるって回って降りるみたいなんで行きます。乗りに行きます。ここ渡るみたい。手荷物は前の座席の下にお入れください。地
口付近、通路には手荷物を置かないようにお願い申し上げます。携帯電話など電波を発信する電子機器は機内モードなど電波を発しない設定にするか電源をお切りください。この便は多少出発で指定席に禁煙です。電子タバコもお控えください。また機内の安全を阻害する行為は法律で禁止されております。詳しくは座席前ポケットにございます安全運行のご案内をご確認ください。では充電ボックスを使っています。電車を使いで記念室と煙が作動いたします。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。アスティスイナのスタッフにはThank you.
ままお過ごしください。化粧品のご使用などでこの席をお立ちになりませんようお願い申し上げます。ありがとうございます。
は、お客様の手荷物が滑り出る恐れもございます。十分ご注意ください。また、座席の隙間やシートポケット内に携帯電話のお忘れ物が多くなっております。ご利用の際は、いらない船に荷物をお出しください。弁当ピッチさんかな。今日もドキアをご利用の形がそうだと思います。また、皆様とお会いできますことを、ドキア社員一同心よりお待ち申し上げております。空港の建物見えてきました。
降りてきました。これから空港の中です。ありがとうございました。すごいね、ここにまだいる。はい、出口です。再入場できません。大丈夫です。出てきました。ただいま新潟。ただいま。はい、ということでお家に帰ってきました。ただいま。楽しかったです。すごい、すごい良かったです。いい思い出ができました。また行けたらいいね。うん、はい、ということで今回は2日目の様子を動画にしてみました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。 X もやってます。良ければそちらもフォローしていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!